パワーアーキテクチャーの概要図パワーイサの系統図パワーアーキテクチャーは IBM などによるディスクマイクロプロセッサ用のアーキテクチャ名である。当初は32ビットであったが、後に64ビット化された。パワーアーキテクチャーの普及団体はパワー .org で40を超える企業や組織が参加している。パワーアーキテクチャをベースにしたプロセッサには、パワー、パワー PC、 パワークウィック、セルなどがある。パワーアーキテクチャーは IBM の以前の世代の用語であるパワーアーキテクチャースとは異なる。パワーアーキテクチャースは IBM のパワー、パワー PC、セルなどの全製品の各アーキテクチャを幅広く含んだ過去の用語である。パワーアーキテクチャーはプロセッサーアーキテクチャ、ソフトウェア、ツールチェーン、コミュニティ、 エンドユーザー用アプライアンスなどを含んだファミリーネームであり製品や技術の使用を記述した厳密な用語ではない混同しやすい用語を以下に簡単に記載するリスク的なコンピュータは古くからあるが一般にはパターソンのバークレイリスクとヘネシーのミップスからリスクの歴史は始まるものとされるしかしそれに先行する IBM の801が彼らに 大きな影響を与えている。IBM は801からの派生であるロンプを完成させ IBM RTPC に使った。そして RS6000 の CPU に向けて開発されたのがパワーアーキテクチャーであり、最初のパワーであるパワー1である。パワー1のシングルチップ向け機能削減版がリスクシングルチップである。1992年には アップル、IBM、モトローラが AIM 連合を形成し、パワープロセッサの幅広い市場向けバージョンを開発した。その結果は、パワーアーキテクチャの修正されたバージョンである、パワー PC アーキテクチャとなった。パワー PC の最初の実装は1993年のパワー PC601 で、RSC をベースとし、アップルのパワーマッキントッシュや IBM の RS、 6000システムで使用された。IBM はパワーアーキテクチャを RS6000 システム用に拡張し、1993年には8チップのパーにプロセッサが、さらに1996年にはシングルチップバージョンのパーにスーパーチップが登場した。1990年代の初期に IBM はシスックベースの AS400 コンピュータの ディスクアーキテクチャへの移行を検討した。この新アーキテクチャ開発はコードネーム Amazon と呼ばれ、PowerPCAS が生まれた。PowerPCAS は RSC ベースのマルチプロセッサのサーバープラットフォームとなった。IBM リサーチ研究所での開発は続けられ、64プロセッサ内部接続のサポートのための RSC の拡張や パワー2機能に対する AS400 や RS6000 機能の追加などが行われた。開発は終了して64ビットの A10 及び A30 プロセッサとなり1995年に発表され、1997年には RS64 系列となり AS400 及び RS6000 で使用された。並行して、 AIM 連合は1995年から1997年にかけてパワー PC の開発を進め、以下の第2世代パワー PC プロセッサをリリースした。602と620は広く普及しなかったが、603と604及びその後継は、それぞれの市場で非常に普及した。モトローラと IBM はまた、組み込み用の実装で使われた。 パワー PC 拡張のブック E を作成した。この実装には、モトローラのパワークウィックプロセッサーや、IBM のパワー PC400 ファミリーがある。AIM 連合の最後の努力は、第3世代、パワー PC で、1997年のパワー PC750 である。その後は、モトローラと IBM は、パワー PC アーキテクチャの開発で、別の道に分かれた。 この G3 プロセッサは、コンピュータと組み込みの両方の市場で広く使われ、IBM はその後の数年、750ファミリーの進化を続行した。しかしモトローラは、PowerPC のソックと PowerPC7400 で、組み込み市場にフォーカスし、それを第4世代、PowerPC と呼んだ。このプロセッサは、アルテベックと、ン度ユニットを取り入れた。 この PowerPC G4 は1999年に登場し、Apple のワークステーションやラップトップや通信市場のいろいろな企業に使用された。1998年に登場した Power3 は PowerPC と Power2 のアーキテクチャを統合したが、IBM の RS6000 サーバーでしか使われなかった。2000年には PowerPC。パワー PC ASR アーキテクチャの最後の実装である RS64-4 六が登場し、a s 四百と r s 六千で使用された。IBM はまた、任天堂のゲーム機である、任天堂ゲームキューブ m e c u b e 用に、Power PC 750クックスベースの月光を提供した。また IBM は、実験的な六十四ビット Power PC プロセッサで、あるリビナを開発し、一ギガヘルツを超える、 最初のマイクロプロセッサとなった。2001年に IBM は PowerPCAS とパワー3を統合し置き換える Power4 を発表した。2002年に Apple は新しいハイエンドの PowerPC を強く要望し IBM に64ビットの PowerPC970 を開発させた。Apple はこれを第五世代 PowerPC と呼んだ。PowerPC970 は パワー4から派生し、いくつかのサーバー用機能が外されたが、アルテベックユニットを持っていた。パワー PC970 とその後継は、Apple や IBM やいくつかのハイエンドの組み込みアプリケーションで使われた。2003年にはツンドラがモトローラからマイクロコントローラのパワー PC100 ファミリーを買収した。また二千三年にはカルチャーコムが IBM から V ドラゴンプロセッサに関するパワー PC テクノロジーのライセンスを取得した。2004年にはモトローラが半導体部門を新会社であるフリースケールセミコンダクタに分離した。2004年に IBM から発表されたパワー5はパワー4の進化版であった。2005年には改良版のパワー5が登場し、パワー PC 使用書は V2.01 に更新され、さらに v2.02 に更新された。また2004年にはアムックが IBM からパワー PC400 ファミリーに関する知的財産権のライセンスとスタッフを取得した。モトローラはフリースケールとなったがパワー PC ファミリーの E200、E300、E500、E600、そして将来の64ビットの E700 を発表した。同年には IBM と15の他の会社により パワーアーキテクチャに関する製品開発を推進する使命を持った組織であるパワー .org が設立された。その目的はパワーアーキテクチャテクノロジーの開発、実現及び推進である。2005年には IBM、ソニー、東芝の共同開発4年目にてセルプロセッサの使用書がリリースされた。この第一の用途はプレイステーション3である。 セルは一つの64ビットのパワーアーキテクチャコアとスペースと呼ばれる八つの独立した振動を持つ。IBM はまたマイクロソフトの XBOX364 に3コアの64ビットプロセッサーであるゼノンプロセッサーを提供した。さらに任天堂の Wii は32ビットのパワー PC、ベースのブロードウェイプロセッサーを採用したため、第7世代のゲーム機の3つすべてが IBM のパワーアーキテクチャプロセッサを採用することになった。2007年3月に IBM はハイエンドのマイクロプロセッサで 5.0GHz までスピードアップでき、パワー5より倍の性能を持つパワー6を発表した。パワー6はパワーシリーズにアルテベックと重心数演算をサポートするフップーを追加した。2010年2月8日にパワー7を発表。 プロセスルール四十五ナノメートル。二千十二年十月にパワー七を発表。プロセスルール三十二ナノメートル。二千十四年四月にパワー八を発表。プロセスルール二十二ナノメートル。二千十七年十二月にパワー九を発表。プロセスルール十四ナノメートル。フィンフェット SOI パワーアーキテクチャ版が現在、存在する、あるいは過去に存在した、オペレーティングシステムには、 以下がある。ありがとうございます。